おはようございます、本日はですね、この春の購入品紹介一挙まとめてやっていきたいと思います。はい、購入品紹介ね、最近やれてなかったんですけど、2ヶ月ぐらい、買ったものをね、貯めていましたので、まとめて紹介できたらなって思ってます。前々回あたりの動画で、予算20万円でヴィンテージリーバイス買うっていうね、僕のこのチャンネルのね、人気企画をやっているんですけれども、まあそれももう3ヶ月前、2ヶ月前か、あれからもうね、そんだけ経っちゃって、まあそのあれからね、ちょこちょこ細かいやつ買ってみまして、で夏にね、なる前に、まあせっかく買った春服たちも、まあご紹介させてもらえたらなと思ってますので、買ったもの自慢やらせてもらいたいと思います。今撮影日が5月なんですけどね、もう気温だいぶ上がってきちゃって、でそろそろ買い物も半袖に切り替えていこうかなっていう感じに、まあちょっとなってきてるから、長袖の服をね、写す機会がなくなりそうと思ったんで、まあちょっとやりたいと思ってますね。まあ、今回ね、服もたくさんあるんですけど、雑貨系も、割と買い出したりしてたんで、ヴィンテージガラクタたちも、お見せしますので、覚悟してご覧いただけたらと思います。じゃあ早速やっていきましょうかね。じゃあ最初まず意外枠からいきます。はい、こちらバンズのスリッポンです。これね、新品です、2足とも、急にね、どうしたって感じだと思うんですけど、こんなんね、珍しいと思うんですよね、僕が履くのも。本職のね、スリフト東京の仕事で、まあ、倉庫で1日働くみたいなね、店頭に自分の置きたい商品をピックアップするために月に1回倉庫に行って、商材のセレクトっていうのを、まあ、丸1日やるんですよ。で、まあ、かなりハードな作業だったりするんで、1日立ったりしゃがんだり、歩いたり運んだり仕分けたりいっぱいやるんですけれど、まあ、楽な靴を増やしたいと思っちゃって、で、まあ、脱ぎはぎだったりとか動きやすさ、あとまあ汚れても別に何でもいいみたいな、そういう靴が欲しいってことで、まあ、バンズのスリッポン買ってみようかなってね、ZOZO タウンで買いました。でその時にね、勢い余って2足買っちゃったっていうね、このプレーンな黒白ねとスウェードのやつですね。でどっちもね、アメリカ規格のやつです。新品で USA 規格なんで、2足とも1万円ぐらいだったかな。だから2万円です、2足でね、ZOZO タウンで買いました。で普段の出勤の時はあんま履かないんだけど、まあ、そういう倉庫作業だったりとか、あとプライベート休みの日にふらっと出かける時とかにかなり重宝してます。やっぱ楽ちんですね。で普段僕ブーツとか革靴とか、あとスニーカーとかも持ってはいるんですけど、スニーカーは古いやつ、90年代とか80年代のコンバースとかなんで、まあ、ガシガシハードに使うのにあんま向いてない、耐久力もそんなないんで、気軽さがないスニーカーしか持ってないんですよね。この辺はねすごいいいっすね。はい、もうガシガシ履けて、ダメになったらすぐ買い替えてみたいなのができる、そういうねアクセスのいい楽ちんスニーカーっていうわけでございます。でその流れでもう一個意外枠言っときます。はい、こちらフラッグスタッフの、ヘアバンドですね。僕ね、ヘアバンドね結構するんですよ、実は。外ではしないですけど、あんまり家の中とか寝る前とか、結構そのなんだろうな、髪の毛長いんでやっぱり基本僕、邪魔になるんでヘアバンドして、過ごしたりとか、あと今僕ね教習所通ってるんで、運転するときにね髪の毛邪魔な瞬間がめっちゃあるんですよ、授業を受けるときとかも。めっちゃ邪魔なんでこれ買いました、フラットスタッフの
ヘアバンド。これはね、楽天で買ったんですけど、新品で売ってて5000円とかだったかな。はい、次こっからヴィンテージっすね。はい、じゃじゃんと、はい、これは 60s? 50s? の、マイブイセットですね。グレーのマイブイで、まあ、ただの無地です。ラッセルなんでね、ちゃんと多分、はい、別にこれ大した説明はいらないと思うんだけど、これはもうなんかとりあえず買ってみました。まあ無地あんま着ないんだけどね、はい、無地着ないんだけどちょっと挑戦してみようかなみたいな、はい、ところもあって、で無地買うとしたら、まあこう前部位とか何かしらあった方が嬉しいなと思ってたのを、まあ頃合いのいいやつをね見つけたんで、これ買いましたね。これは柏のセカストです。千葉の柏のねセカストで買いました。着るとこんな感じなんですけど、普通に調子いいですよね。サイズ感良くてちょっとこう切れ目、切れ目ではないよね。切れ目ではなかったっす。なんか、まあ、でも無地だからちょっとこう大人の感じというか、形がいいっすよね、この年代のスウェットはね。こんな感じで可愛いんじゃないでしょうかね。暑いですわ。この前部位は2万円くらいだった気がしますね。税込み2万ぐらいで売ってました。はい、次これやばいよ。もう2着目もグレーの無地。はい、これはあの正直めっちゃ安かったんで買いました。これはチャンピオンのリバースリーブ。ちょっとねタグ見づらいかもですけど、見づらいかもなんだけれど、リバースリーブ、刺繍タグの90年代ですね。の、ご覧の通り、目なし、目なしです。目がない。はい。袖にもない。目なし。これ、4800円ぐらいで、近所のトレパクで落ちてたんで、拾って帰りました。はい。一回も着てないかな。とりあえず、安すぎたんで、回収しとこっていうことで買っておりました。今相場2万ぐらい。これもね、はい、こんな感じです。次行きましょう。はい、続いて、はい、これはめっちゃ最近買いましたね。これ結構ね、欲しかったんでね前から。これはロラパルーザ、あのめちゃくちゃ大きい音楽フェスですねの94年コピーライト入っていて、これ面白いのがアーティスト参加してるアーティスト名じゃなくて、行った場所、まあ、ラスベガスとかシカゴ、デトロイト、ニューヨークとかね、まあそのラスベガス、あロサンゼルスとかね、地名が書いてあるパターンで、まあ、ちょっと珍しいで、白地なのも面白いっていうので、まあ、デザインも含めてアートっぽいしかっこいいなっていうので、音楽ティー好きとしてこれはねちょっと狙ってたんですけど、まあ、買ってみました。これ下北沢のウィゴーで買いましたね。いつかの購入品紹介かなんかでもね、この下北沢のウィゴーで結構古着を買ったっていうねトークしたことがあるんですけど、やっぱね下北沢のウィゴーさんはねヴィンテージすごい取り扱ってて、最近のゴールデンウィーク、はい、その時のスペシャル入荷でこれが入ってたんで買いました。税込み3万円ぐらいでしたねこれは。そんでもってじゃあ次に行きましょうか。あ、ちょっとねこれも買ったんだウィゴーで。はい、ストーンズですね。ストーンズのスウェット89年、スティールジャケットですね。で、ボディはフルーツのアメリカ製80年代の巻きタグですね。ちょっとね、こうフルーツのスウェットを初めて買ったんですけれど、厚すぎる、生地が。買ったの5月、まあ、ほんとこのね、撮影してるちょっと前に買ったんです。このロラパルーザと、このストーンズね一緒に買ったんですけど、
なんかね、まあ、暑い、とにかく裏起毛もね、バッキバキに生きてるし、僕普段リバースとか、ビンスエとかそういったスウェットしか持ってないんですけど、やっぱ裏起毛抜けてたり薄くなったやつが多いんで、まあこうテロッとして着やすいスウェットばっか着てたんですけど、しっかりすぎて暑いけどかっこいいね。これはね、次の秋とか冬に着ようかなって思ってます。このストーンズは、税込みで2万ちょっととかあったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、この T シャツと一緒に買ってお会計が5万ぐらいだった気がするんで、2万ぐらいだと思います。次いきます。はい、続いて、あ、やばい、なんか無地多いかも今回。じゃん、はい、ナスコンのフーディーです。こんな具合で、これもね、いい色なんだよね、かわいい色。これ60年代ですね。これも着てみましょうか。結構ね、ジャストな感じなんだよね、このパーカーも。こんな具合で、ちょっとちっちゃめっすね。あ、結構この上に、シャツとかベトジャンとか着てコーディネート組んでました。でね、熱っていうか、でもね、この色のこの何フーディー可愛いっすよね。あんまないなって思って、可愛いと。でこれは高円寺の、めちゃさんで買いました。俺初めてかもしれないですね、めちゃさんで買い物したの。これすごい好きでした。これも2万円ぐらいだったかな、確か。可愛くて気に入ってます。じゃあ次行きます。こちら WRL、 これ前回のデニムだらけの1週間コーディネートみたいな動画の最後で触れてるんですけど、買ったんですよね、 WRL で。2本目です、僕 WRL 所持するのが。こっからちょっとやらかし話出てきます。まずこれね、 WRL いい感じだと。はい、色、縦落ちとか当たりとかね、すごい雰囲気出てますよね。すっげえね、色の雰囲気良くて。で、これは WRL の US ファビリックで、ローストレートってやつ買ったんですよね。ローストレートで、ウエスト33のレングス32ってことで、ちょっとデカバキ用で買いました。僕普段ウエスト29から30ぐらいなんですけど、こいつは33インチ、だから3インチから4インチぐらい、いつもよりも大きいサイズ感でベルト絞って履いて太さ出そうかなって思って買いました。で、そう、太く履こうとしたんだけど、それに失敗しました、これは。で、何を失敗したかっていうと、この後話します。で、この WRL は、オンラインショップで買ったんですよね、ベースの、ちょっとごめんなさい、古着屋さん、そのね、買ったお店の名前忘れちゃったんですけど、ちょっと貼っておきます。そこのお店でベースで買いました。で、到着まで3日4日5日、ちょっと忘れましたけど、何日かかかりますという段階で、まあ、買ってから、まあ、楽しみに待っていたところ、次の商品いきます。こちら、こちらですね、リーバイスの 501WX バレンシア製を買いました。ちょっと初の復刻です。ヴィンテージリーバイスね、好きで集めてるんですけど、ちょっとこう復刻物も1本所持したいっていう気持ちが最近出て、で、まあ、復刻狙うなら90年代のバレンシア製、555番工場ですね。染料が WX 染料の本当高クオリティな復刻のやつを買いたいと、思いました。で、そのバレンシア製がやたら高いんですよ、最近相場が3万から4万とか、昔は全然5000円から1万円とかであったような気がしたんですけど、バレンシア製の復刻がめっちゃ値段上がってると、中古市場で。で、うわ、買えないな、3、4万はって。あ、だって66とか買えるじゃないですか、501の。だから、悩むなと思ってたんですけど、これね、下北沢のシカゴさんで1万いくらだっけな、5000円ぐらいだったかな、で買いました。はい、でちなみにこれ WRL オンラインでポチって届くまでの間でこれ見つけてこれ買ったんですよ。
WRL が手に届く前に一回これ買ったんですね。で、めっちゃいいと思って、こいつね、ちょっと見てもらいたいんですけど、この WX ね、めっちゃ色の雰囲気ですよ。この縦落ちといい、当たりといい、めちゃくちゃいいんですよ。蜂の巣で、すっごいしっかり色濃くて、うわークオリティ高えな、染料さすがバレンシアみたいな感じでね、すごい感動もんなんですよ。うわ、いいの買ったわー。で、WRL 届くの楽しみだなーってね、2本目 WRL もね、履きたいなーっていう風にこれ履きながらちょっと待ってたら、なんかこれ皆さん今このね WX 見て思ったかもしんないんだけど、やばいぐらい似てんだよこれね。これ今度ね、あの WRL ね、 WRL似てません？でもこれ一つ言えるのは、 WRL ってやっぱすげえって思った。バレンシア製の色とパッと見マジ区別つかない、 WX 製色と区別つかない、すげえって思ったんだけど、似すぎちゃってて、この2本が似すぎちゃってて、もう色のトーン一緒じゃないですか、もう一緒じゃんみたいな。いや、僕デニムかなり持ってます、かなり持ってるから、普通の人よりも、なんて言うんだろうな、普通の人からしたら、え、こんな似てるやつ持っててどうすんのみたいな感じの量は持ってるんですよ、正直。でもね、デニム好きな人だったら分かると思うんですけど、そのいや、ちょっとの違いがあるのよって言って、ちょっとねシルエット違うとか、ちょっとねこの当たりが違う、色落ちが違う、メーカーが違うとかね、いっぱい自分の中でのこだわりがあって、それで違いがあるから納得できたわけ、複数所持することも。ただそんなねデニム複数持ちに抵抗もない僕からしても、この WRL と WX は似すぎてる。まあじゃあ、まあ色が似てても、まあ、シルエットが違うならいいやと思って、まあ履き比べてみたんですよ。シルエットが違うなら色一緒でもいいでしょうと思ってね。で、その2本のシルエットの違いちょっとご覧ください。ちょっとね、一緒すぎちゃって使い分けできない。いや、今日の格好はこっちの方がいいなとか、こっちの方がいいなとか、そんな選択の仕方ができないの、この2本は。一緒すぎちゃって、だからね、僕の中で決めました。とりあえずこっち、バレンシア製のね、WX、こっちをメインで履きます。まあ、メインっていうか、この2本のうち WRL 一回履かないでこっちを履きます。で、この WX をね、ある程度こう履き潰して色とかも変わったり、まあ、ダメージとかできたり、ある程度ね、履き潰して楽しんでいったら、その後にこいつをもう一回履こうかなっていうね。はい、それまでちょっと封印、 WRL は封印しようかなと思ってます。はい、いやデニムって難しいっすね。つい増やしちゃうよね、もう闇癖になってる。僕も自分で分かってんだけど、2ヶ月前に僕15万のデニム買ってるんですよ。
動画見てください。それよかったらね。ヴィンテージのビッグE買って、そっからもう2ヶ月も経たない間にもう2本買い足してる。止まりません。ちなみにですね、この WRL2 本目って言ったと思うんですけど、1本目の WRL これっすね。今こいつはリジットで履いてて育ててる途中です。全然まだ色がねしっかり残ってて、でこいつまだワンウォッシュしかしてないんですよ。ワンウォッシュしてのり付けして、でそっから今1年履いてる状態。全然こう色落ちはしてなくて、まあ当たりも、まあ、よく見たらちょっと入ってるんだけど全然弱いです。だからこの染料が結構しっかりめに青なんで、一回もう夏、真夏入る前にもうワンウォッシュかけようかなと思ってます。はい、洗濯してざっと、色を一回ね落として、そうすると多分このもうちょいね青デニムに近づいて、この辺のあたりももうちょいくっきり出るかなって、ちょっとこう目論んでるんですけど、はい、結構ね臭いっす。くせ僕は好きなんですけどね、この臭さが。はい、そんな感じで服は以上になります。じゃあちょっと続いて雑貨いきましょうか。ちょっとね2ヶ月ぐらい買い物購入品貯めてたんで多いっすね。ちょっと一回一服休憩していきます。はい、ちょっといきなり登場してびっくりかもしれないですけど、これ床引きヴィンテージの牛柄のやつ。こいつね床に置いてます。でガチなやつです。レザーですね。でこいつは1万円ぐらいで、吉祥寺の一さんで買いました。なんか僕が行った時たまたまこれめっちゃあって、まだもしかしたらあるかもしれないですね。1ヶ月ぐらい前なんで買ったの。はい、床に引いてちょっとおしゃれにしたいなと思って買いました。はい、続いてガチなガラクタです。結構ちゃんとガラクタなんですけど、こちら、ブルドックボトルキャップスということで、アメリカの50年代頃のヴィンテージのボトルキャップが入ってます。これ中見てもらうと、持ち上がった、中ね分かるかな、これびっしりキャップが入ってます。やばい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 、なんかどっか行ったな。で僕ね TikTok でこの雑貨を紹介したんですけれど、でその時もタイトルで、何の使いようもないガチなガラクタみたいな感じで載せたんです。そしてその TikTok のコメントで、面白かったのが、オセロになら使えますねって来て、確かにって思いました。まあやらないですけど、そうちょっとその発想なかったんで、素敵なコメントありがとうございます。 TikTok もフォローしてね、みんな。こんだけパンパンに入ってんのに何にも使いようがないですからね、基本的には。そのオセロ以外はね、僕はそのヴィンテージ雑貨大好きで、まあ買う理由の8割9割下手したら10割がこのパッケージです。このパッケージですね。この古い、材質とか昔のアメリカの配色フォント、まあ、このデザインですよね。すごいたまらなく好きなんで、多分古い雑貨好きな人、買い集めてる人の、ほとんどの人は同じだと思います。もう実用性とかではなく飾りとしてこれ買いました。ここにねいつも置いていますと。あれはねメルカリで買いましたね。3000円ぐらいだったかな確か。で続いて次もねちょっとでかいやつなんで、ね、ちょっと持ってきます。こちらです。皆さんこれ知ってるかな、ここ袋になってて、こう
でっかい長い紐がついててショエルみたいな。これはねアメリカ軍のミリタリーなんですけど、ランドリーバッグってやつですね。でかい。ここにステンシル入ってる。これもね見えないかもだけどステンシル入ってかっこいい。これはね、ランドリーバッグっていうのが、軍のね、洗濯物を貯めて運ぶ用のバッグになってます。このランドリーバッグとかはファッションでバッグとして使うには不便すぎる形してます。こうやって背負ってよいしょって、私服で使うには例えばね、この中に財布入れるってなっても財布こっからピュッて入れたらもうここですからね。ここに財布来ますから、もう財布入れます、でここに来ます、はい、出し入れできませんっていう、簡単に。だから普段使いしてる人僕見たことない。これで僕これなんで買ったかっていうと、もうこれインテリアですね、壁掛けで買いました。これは、高円寺のハリーアップさんで、5500円ぐらいだったかな、かなり安いんですけど、それ、はい、買いました。物としては単純にかっこいいんで、すごい気に入って壁にかけてます。え、ちょ待って、ボトルキャップ落ちてきたんだけど。で最後このテーブル、実は新しくなってます、買いました。このテーブルはノットアンティークスっていうブランドですね。木の材質がすごくかっこよくて雰囲気ありますよね、ヴィンテージっぽくて。でアイアン、この足場はアイアンになってるブラックアイアンですね。すごく雰囲気のあるかっこいいテーブルだなと思って、これは一目惚れして買いました。はい、ちょっと高かったですけどね。はい、そんな感じですかね。春の購入品紹介ということで、たまりにたまってた服と、まあ、靴とかあとは小物とか雑貨系、全部まとめて紹介させてもらいました。かなりねちょっと多くなっちゃって長くなっちゃって申し訳ないんですけれど、こんな感じで、ここ最近は服だったりその他もろもろ買い物してましたという感じですかね。で結構ゴールデンウィーク期間中ね、旅行で、東京来てた方で、動画をこのチャンネルのね動画を見て来てくれましたみたいな方も、僕の本職であるスレッシャ東京に遊びに来てくれた方が、ちょこちょこいらっしゃって本当に、嬉しかったです。ありがとうございました。ゴールデンウィークね遊びに来てくれた方、また機会があったら遊び寄ってください。でそのゴールデンウィークも終わったっていうことでね、僕の気分的にもちょっとこうもう夏物マインドになってきてますので、またね引き続き、この夏服のね、買い物 Vlog だったり購入品紹介だったりコーデ動画だったりいろいろ作っていけたらなと思ってます。今一番欲しいのはねジーパンです。なんかね、今デニムどうしてもちょっとこうもっと増やしたい欲が強くて、まあ、常に張ってますね。で、ヴィンテージデニムもまだ増やしたいんですけど、実は、WRL3 本目買おうか悩んでます。はい、ちょっとその辺もね、どんな感じで買い物していくのかちょっと気にしてくださったら、注目してくだされば嬉しいです。皆さんもね、春に買ったお気に入りの服とかアイテムとか、あればコメントでぜひ僕のように自慢してください。あるいはね、夏狙ってるヴィンテージとか、まあヴィンテージじゃなくてもいいです、服、狙ってるものがあれば、教えてくださればコメント欄でも皆さんで盛り上がれるかなと思いますので、僕も参考になりますし、ぜひコメントお願いします。そんな感じです。今回の動画はね以上になりますので、また次回の投稿でお会いしましょう。更新頻度あんま良くなくてすいません。ちょっとね、あのゴールデンウィークもあったんで、あの言い訳ですけどね、はい、メインの仕事でちょっと時間取られてました。はい、まあ、僕らしくマイペースにこのチャンネルで、ね、更新し続けてますので、
今年の上半期も、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで次回の投稿でお会いしましょう。ではまた。